山手球場です。福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は左の和田、対するドラゴンズの先発はエースの大野、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。まずは1回の表、先頭バッターは大島。第9投げた、内角見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、センターへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番藤井。第9投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第2球投げました、低め、ボール。カウントは2ボールのストライク。投げました、まっすぐ見送ってストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げました、打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。第9初球空振り、少し迷ったか。第2球ストライク。投球は3球目、投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。和田、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。ドラゴンズこの回無得点です。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは中村。第9投げました、ストライク、村本厳しい球、まずは決めてきました。投球これから2球目、打った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、低め、外れてボール。カウントはワンボールツーストライクです。第4球を投げた、打ちました、森野バックしていった、ラッキーなヒット、記録はヒット、記録はヒットです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた、初球バント、ピッチャーの右へ転がした、一塁送球、亀沢取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。第2球打ちました、ドノウはボールを掴んだ、アウト。ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッターは4番内川、大きな声援が届いています。第2球ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、真ん中見送ってストライク、肩越しにランナー見た、投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、亀沢うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。三塁にランナーを置きましたが、先制点を挙げられませんでした。1回が終了しまして、ドラゴンズ大事な立ち上がり。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターはビシエド、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げました、バッターの足元。第5球投げました、打ちました、センター前に出る、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番平田。1球目ストレート空振り。第2球投げました、変化球見送ってストライク。追い込んでから投げた、打った、当たり、そこでのセカンドゴロ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番森野。第9初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから。第2球投げた、
サークルチェンジはボール、インローへ大きく外れました。カウントワンボールワンストライク、ストライク。第4球を投げた、ボール。カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。ドラゴンズわずか3人で攻撃が終わりました。2回の表が終わってドラゴンズ無得点で終了です。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者長谷川。第9投げた、インローを見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、インハイの速球はボール、カウントワンボールワンストライク。投げました、ストライク。第4球を投げました、打ちました、引っ掛けた、亀澤交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番松田。第9投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、低めのボール引っ掛けた、フラフラっと上がった、森野下がっていった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番江川、真ん中に飛ばしてストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから、第2球、2球目空振り。第3球を投げた、打ちました、ショートの頭上、どの上落下点に入った、取って、これで3アウト、チェンジ。王の三者凡退に抑えています。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。3回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは杉山、決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番堂上、投げた、初球サークルチェンジ、空振り。第2球投げました、これも空振り、少し迷ったか。第3球インコース、空振り三振、和田見事なピッチングです。第9投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、これはヒットになります。亀澤、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、ストライク。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球投げました、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、外れた、ボール。カウントワンボールツーストライク。ファーストランナーをちらっと見て投げた、打った、切れていきます、ファール。投げた、スライダー、空振り三振。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。3回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは磯川、初球高速スライダー、空振り、タイミング合いません。第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、高速スライダー、空振り三振。細川、全くタイミングが合いません。投げました、見送ってストライク。第2球見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球ボール、外角へ、カウントワンボールツーストライク。投げました、打った、亀澤ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9投げました、初球空振り。
投球これから2球目、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、打ちました、ボテボテのショートゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。大野三者凡退、無得点に抑えています。3回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは藤井、第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げました、打った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のナリータ、第1打席はショートフライに倒れています。投げた、打ちました、初球打ち、柳田余裕があります、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番ビシエド、第1打席はセンターフライに倒れています。初球打ちました、センター落下点に入りました、取りました、これで3アウト。ドラゴンズ結局三者凡退、無得点に終わっています。4回の表が終わって0対0、ドラゴンズ未だスコアボードは。ホークス、この回は2番からの好打順、トップバッターは本田、投げた、危ない球、第2球ツーシームはボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、かすりません、ストライク。第4球を投げた、4球目ストライク。投球これから5球目、見送ってボール、カウントは3ボール2ストライク。投球はこれから6球目、ここはフォアボールになります。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げた、初球外れてボール、初球様子を見てきました。第2球投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球は直球ストライク。第4球を投げました、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、入った、入った、ギリギリ行きました、先制ツーランホームラン、卓球は無情にもレフトスタンドへ。今チームメイトが迎えます。右バッターボックスは4番内川、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9球見送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球は空振り三振、バットアウト、内川全くタイミングが合いません。第9球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げた、ライト2個目、見逃し三振、大野見事なピッチングです。第9球投げた、ボール、完全なボール球。第2球直球見送ってストライク。第3球を投げた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール1ストライクです。投げた、ボール、カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、前角低め見送ってストライク。投げました、打ちました、抜いていった、松田ナイスバッティングです。バッターは7番江川、第1打席は内野フライに倒れています。初球空振りから第2球決まった、ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んで投げました、1つ外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、インコース低め、空振り三振。4回の裏が終わりまして2対0、おとうとう打たれてしまいました。5回の表2点を追いかけますドラゴンズの攻撃、この回の先頭バッターは平田、最初のバッター初球を打った、これはフェンスに当たってファール、
投げました。空振り。これで追い込みました。追い込んでから投げた。アウトロー。空振り三振。最後は147キロストレート。投げた。初球はストライク。さあ次の投球、投げた。外角低め、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。打ちました。中村、落下点に入った。取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番杉山、これが2度目のバッターボックス。第2球投げた。見送ってストライク。第3球を投げました。アウトローを見送ってストライク。次が4球目、投げました。外角高め、見逃し三振。和田、ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。5回の表が終わって2対0、ホークス2点リードは変わりません。5回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは細川。今日の第一打席はスイングアウト。投球これから2球目、ストレート空振り。第3球は3球目空振り、追い込んでいます。第4球を投げました。これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番今宮。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第2球投げました。打った。打球はレフト浅いところ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って中村。第1球投げました。ストライク。少し迷ったか。投球これから2球目、アウトサイドストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた。変化球。空振り三振。中村、全くタイミングがありません。最後は空振り三振で打ち取りました。5回の裏が終わりまして2対0、ホークス現在2点。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターは堂上。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは野本。第9投げた。初球空振り。伸びのあるストレート。第2球投げた。これもしかし空振り。追い込んで投げた。外へ逃げるスライダー。空振り三振。和田、ナイスピッチング。第9投げた。内角高めいっぱい、ストライク。初球ストライクから第2球投げました。決まってストライク。これで追い込みました。第3球は危ない球。次は4球目、投げました。ボール。平行カウント。次は5球目、ボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました。ストライク。見逃し三振。最後は見逃し三振に倒れました。6回の表が終わって2対0、ホークス2点リードは変わりません。さあここは守備を変えてくるようです。第9投げました。高速スライダー、ボール。第2球投げました。ツーシーム見送ってストライク。投球はこれから3球目、ツーシームはボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球は打ちました。これはライトフライになった。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番柳田。今日3打席目。投げた。直球ストライク。外角高め。
第2球。ボール、わずかに外れました。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた。打った。荒木取った。一塁へ送る。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番内川。今日はセカンドゴロと三振。初球ツーシーム空振り。1球目空振りから第2球。ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。追い込んでから投げた。高速スライダー。ボール、カウントはツーボールツーストライク。次は5球目。投げた。内角高め。フォークは外れてボール。ボールカウントスリーボールツーストライク。さあ6球目。打った。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。大野3人でピシャリと抑えています。中盤まで終了しまして2対0、ホークスこの回無得点です。代打は福田。第9球投げました。決まってストライク。タイミング合いません。第2球投げました。2球目ストライク。もう追い込んでいます。投球は3球目投げました。1つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目。打ちました。ファウルボール。第5球投げました。外れた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。さあ6球目投げました。ストレートはボール。インコース低め。フルカウント。第7球を投げた。低めいっぱい。見逃し三振。低めいっぱいに決まった。バッターは指名打者何。今日はショートフライとセンターフライ。投げた。真ん中に決まった。ストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目。危ない球。第3球ボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた。打ちました。ファール。次は5球目。アウトコース高め。外れてボール。ボールカウント3ボール2ストライク。次は6球目投げた。膝元外れてフォアボール。バッターは4番ビシエド。これが3度目のバッターボックス。第2球2球目ストライク。第3球を投げた。ボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました。空振り。タイミング合いません。投球これから5球目。流し打ち。どうだ。ライナーだ。ライト前クリーンヒット。ビシエド、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。まずは二塁牽制。二塁タッチセーフ。初球空振り。バットが空を切りました。第2球投げました。またも空振り。タイミング合いません。第3球を投げました。空振り三振。和田、見事なピッチングです。バッターは6番森野。今日はファウルフライとレフトフライ。ストライク。第2球投げました。ストライク。伸びのあるストレート。追い込んで第3球を打ちました。今宮下がった。掴んでこれで3アウトになります。ランナー1塁2塁残塁。7回の表が終わって2対0。ホークス2点リードは変わりません。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは DH の長谷川。今日はセカンドフライと三振。第9球投げました。初球決まってストライク。第2球投げた。打ちました。森野バックしていった。ファールボール。投げた。打った。ボールはライナーでライトに取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは松田。第9球直球ストライク。インコースへ。まずは入れてきました。第2球投げた。インロー際どい球。ボール。これはわずかに外れています。
カウントワンボールワンストライク。投げた、打ったいい当たりだ、右中間へのフライ、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番江川、今日はショートフライと三振、高めに送ってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから投げた、低めいっぱいストライク、これで追い込みました。第3球は打ちました、センター前進、取ってこれで3アウトチェンジ。おお、この回ピシャッと3人で抑えています。7回までが終了しまして2対0ホークス、ラッキーセブンの攻撃は8回の表2点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは杉山、今日はライトライナーと三振。さあ次の投球、投げました、このボールも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、146キロ直球、空振り三振。杉山全くタイミングが合いません。投げました、低め際どいボール。投球これから2球目、打った痛烈な当たり、ヒット、打ったバッターは2塁へ向かった、ドローベツーベースヒットを放ちました。バッターは途中から入っている荒木。第9、決まった、ストライク。第2球投げました、打ちました、ライト方向へ持っていきました、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。今日2三振の大島、ここまで2打席連続三振。第9、投げました、決まった、ストライク。まずは入れてきました、肩越しにランナー見た。第2球投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク。投げた、アウトロー空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、ボール、カウントツーボールツーストライクです。さあ5球目、打った、第6球を投げた、打った、右中間へのフライですが取りました、これで3アウト。二塁ランナー堂上残塁に終わりました。8回の表が終わって2対0ホークス、依然2点リードを保っています。王降板、マウンド上は又吉、今日2人目のピッチャーとして登板です。バッターは代打明石。第9、投げた、見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、いい当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番今宮、今日はセカンドライナーとレフトフライ。決まった、ストライク、146キロストレート。初球空振りから、第2球投げました、打ちました、打球はファースト後方、ビシエド交代、取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って中村。第9、見送ってボール。投げました、ストレート見送ってストライク。投げました、外角低めいっぱいストライク。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、流し打ち、アルボール。さあ6球目、投げた、打ったいい当たりだ、抜けた、中村ナイスバッティングです。バッターは2番本田、今日4度目のバッターボックス。ストレートはボール、まずは外角低め。第2球投げた、外角高めいっぱいストライク。第3球を投げた、打ちました、森野下がっていった、切れていきます、ファール。投げた、打ちました、ファール。第5球投げた、危ない球。第6球を投げました、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー中村残塁に終わりました。8回の裏が終わりまして2対0ホークス、スコアボードにゼロが入り
さあここは守備を変えてくるようです。第9球投げました。低め決まってストライク。第2球投げました。2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球はアウトコース低め、空振り三振。和田3球で仕留めてみせました。第1球投げました。初球から打ってった。柳田余裕があります。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番ビシエド。ドラゴンズ最後のバッターになるのか。第2球打った。これはセカンド正面。本田ボールを取る。アウト。試合終了です。和田見事な完封勝利。ホークス2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は2対0ホークス2点差で勝ちました。勝利投手は和田、敗戦投手は大野、実況担当は堂前秀夫で山手球場よりお伝えしました。